皆さんこんにちは、ネイリストの橋本美香です。今日は100円ショップのキャンドゥから新しい新色が出たので皆さんにレビューしたいと思います。今回出たのはまたまたマグアートジェルということで、1本330円のマグネットジェルになります。色はアッシュベージュ、シルバーホワイト、レッドパープルという3色になります。ライトの硬化時間は約1分と、これまでとね、特にその使い方とは変わらないです。マグネットっていうのは別売りになっています。これは100均じゃなくて、Amazon かなんかで買ったやつだと思うんですけど、ちょっと昔に買ったので忘れちゃいましたが、100円ショップにもマグネットは売っているので、マグネット持ってないっていう人はね、必ずマグネットを探して一緒に買ってきてくださいね。はい、では順番に色レビューをしていきましょう。はい、ということでこちらのネイルチップに塗って、でマグネットしたら、最後ねこうやって爪の上に当てはめたりとか、あとはこのパッケージとの、色比較みたいなものまでやっていきたいと思います。はい、では最初はこちらのレッドパープルからいきましょうか。塗ります。お、綺麗、めっちゃ綺麗な色、キラッキラ。テクスチャーはサラサラですね。なので、こう、均一に塗るのが若干難しい感じがします。均一に塗ろうと思って上から重ねて塗ると、そこがまたちょっとこう、削ぎ落とされてしまうみたいな感じで、ちょっと難しいので、力を抜いて、さっさっさとね、やっていく。で、あとは自然に馴染むので、そこまで焦らずにやっていくのがいいかなという感じです。では、動かしてみます。かわいい。これ見えるかな？白いね、キラッとしたラインが真ん中で動いているのが見えるかなと思うんですけど、これがマグネットの模様になります。かわいい。かわいい。キラキラ。すごい綺麗。これめっちゃいいかも。ビー玉みたいな感じですね。かわいい。ほら、ちょっと動かしただけでもツヤンツヤンだし、意外とピンクもはっきり出ていてかわいいですし、ちょっとくすんだピンクになるので、何ですかね、大人っぽい感じでいいですね。あと透け感あるんですけど、透け感があることで肌にも馴染みやすくていい感じします。かわいい。めっちゃいいじゃん。さすがキャンドゥさん、これはおすすめですね。私マグネットあんまり好きじゃないんですけど、これは可愛い感じがしました。マグネットあんまり好きじゃないという衝撃の発言なんですけど、まあたまに言ってるか。そう、マグネットやっぱりね、ちょっとどうしても手の上で浮いちゃう感じがあるし、マグネットっていうところにとらわれて、なんかアートがなんかこうしにくい感じがするので、ちょっと苦手なんですけど、今回のこれはめっちゃ可愛い。すごい可愛い。可愛い。ほら、めっちゃ綺麗。透明感も最高。うわぁ、綺麗な。これ粒子のね、細かさと、この粒子のセンスっていうんですか？めっちゃ可愛い。チラッとピンクの赤かな？赤だな。赤の粒子が入ってて、キランとするんですけど、マグネット自体は微粒子のシルバーみたいなのが入ってて、すごい綺麗ですね。パープルっていうかピンクって感じだけど、パープル、レッドパープル、うん、ピンクっぽい。はい、じゃあ次にアッシュベージュいってみましょう。アッシュベージュ、あー、これまた可愛い。このね、テクスチャーがサラッとしてるから、ムラなく塗るのが難しいっていうところだけマスターすればね、これは超いいですね。本当に可愛い。高級感があります。ちょっと塗るの難しいな。はい、ではでは、いくよ。これ邪魔なんだよな。おお、やっぱり予想通り綺麗。これはね、同じシルバーのキラキラなんですけど、色がね、アッシュ、ちょっとブラウン系の色なので、なんかまるでゴールドみたいな気持ちになりますね。ゴールドっていうの品がいいゴールドに見えるというか、うわ、かわいい。めっちゃかわいい。
やこれいいわ。はい、硬化します。シルバーホワイトになります。ほう、おう、こんな感じなのか。シルバーホワイト、まあ、確かにちょっと白っぽいシルバーかな。最初の塗った感じはほんとただのシルバーって感じだったんですが、どうなるんだ。おお、あ、かわいい。なるほどね、このマグネットの部分が白く浮き出るからシルバーホワイトなのかな。かわいい、きれい。あ、ピント合ってるかな。ここですね。かわいい、めっちゃきれいです。やっぱりマグネットの粒子の色っていうのは全部一緒、それこそ全部ホワイトシルバーみたいな色ですね。で、ベースの色がこの、まあちょっと沈んだピンクみたいなやつで、ラメが赤と、これは、同じくラメ、赤いラメが入ってて、ベースの色がブラウンで、こっちは、あ、まだ固めてないんだった。入ってるラメの色は、赤は入ってないな、グリーンかな、イエローかな、入ってて、ベースの色がグレーって感じです。はい、最初こちらがレッドパープルですね。すごい可愛いです。マグネットのキランとした感じがとっても美しく目立つので、あのマグネットのこの独特な光り方、すごい好きな人はやっぱりこのぐらいね、キランって見える方がいいと思うし、その、光り方の、目立ち具合と、反してこのベースの色っていうのはすごい鼻なじみのいいクリア感のある色なので、割と控えめでいいかなと思います。で、パッケージの色と比較すると、まあ、こんな感じなので、めちゃくちゃイメージ遠いわけじゃないんですけど、ちょっと実際は、暗い、もうちょっと暗い色が暗く感じるかなと思いますけど、まあ、あんまり大きくずれてはないかな。はい、レッドパープルって書いてるけど、本当にこのパッケージみたいなピンク色だと思ってください。続いてアッシュベージュですね。これも可愛い、ちょっとゴールドっぽく見えるので、なんかこう、なんだろう、ピンクゴールド、ピンクゴールドちょっとずれるか、こういうゴールドなんて言うんだろうねあの、何ゴールドですかこれシャンパンゴールドかな。シャンパンゴールドのアクセサリーとか、あの普段の持ち物、あのシルバーよりもゴールド派みたいな人はこういうネイル合わせてもいいと思いますし、どんなファッションにも合わせやすいのでとっても良さげです。で、パッケージと比較するとこんな感じですね、うんうん、これもまあ大きく外れてはないけど、実物の方がちょっと暗く感じるかもですね。本当にビー玉みたいな人、光り方する、ビー玉っていうか、なんて言うんだろう、こういうの。はい、次、最後がホワイトシルバーです。こんな感じ、かわいい。これもね、これこそ本当にアクセサリー、ゴールド派、シルバー派、なんだったらピンクゴールドとか、あのシルバーもアクセス、ゴールドもどっちもつけてピンクが好きみたいな人みたいな感じで、タイプ別おすすめからできますね。はい、かわいいシルバー、ちょっとクールなファッションとか、モノトーンのファッションとかと合わせてもめちゃくちゃかっこよくなりますし、なんでこれシルバー一色って攻撃的みたいな、きついみたいなイメージあるかなと思うんですけど、意外とあのおしゃれママ、30代おしゃれママとか40代おしゃれママとかめちゃくちゃ似合いますので、ぜひぜひあのやってみてください。フットにしてもね、いいと思います。はい、こちらはこんな感じです。じゃじゃん、まあまああの全然近いですよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。個人的にはめちゃくちゃおすすめのマグネットでした。こんなにおすすめのマグネット、なんかちょっと久しぶりに発見したような気がしますが、皆さんどうですか？はい、もしね、いいなと思う色があったら、ぜひ店頭に行った時に探してみてください。こちらの商品の、在庫確認とか、もう発売してるかどうかを問い合わせるときに必要な、商品名だけじゃなくって SKU だったりとか、そういうコードみたいなものは概要欄に載せておくので、ぜひご活用ください。
ということで、このチャンネルではこういった100円ショップの新商品のレビューだったり、いろんな、セルフジェルネイルのネイルハックとかやり方、アートとか本当にたくさんの動画をアップしているので、ぜひぜひチャンネル登録と、グッドボタン、コメント、あとは他の動画も見ていってくれたりするとめっちゃ嬉しいです。はい、ぜひぜひ楽しんで見ていてください。それでは、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ということで次回はですね、これを紹介します。同じく100円ショップのキャンドゥから出たこのね、粘土ジェル、これね、長さ出しが出せるらしいんですよ。気になるでしょ。はい、ぜひチャンネル登録して待っていてください。ということで、また他の動画でもお会いしましょう。橋本美香でした。バイバイ。